はい、数学出してください。数学いきましょう。数学全然してなかったの？ね。数学は全部行くわけなので、皆さんからぜひぜひ質問を受けたいと思いますので、まず1番の整数の数、文字の式で、ちょっとこうやばかったな、間違えたなというのがあったら、遠慮なく質問してください。ありませんか、1番。ない？大丈夫？はい。じゃあ2番ありませんか。日本ないと大丈夫いいですか、文章問題とかいいですか、大丈夫ですか、いい、じゃあ3番いきましょう。3番はですね、ちょっと説明したいところもありますので、今から言うところ、印をつけてください。した人はノートにもう一回書いていきましょう。ですか、3番、数学の6ページを開けてください。ですね。はい、大事なポイントは、大きい2番の15番、16番です。15、16と丸印をつけてください。はい、解いた人は、解いた人はノートに解き直しで、解いてない人は一緒に解きましょう。解くですね。これはですね、入試で10年ぐらい続けて出された問題です。はい、いきますよ。ですか？ですね、3番の式の計算のところの、2の15。これ1年生、あ、2年生やったかな？ 1 年生やったかな？先に掛け算した子がいてですね、それは絶対やっちゃいけませんので、昔いました。小学校の先生が掛け算の先だと教えた。割り算より掛け算が先なわけなくてですね、割り算と掛け算は同時進行ですね。で、割り算の後ろ1個だけが下に潜りますので、まあ、一旦こういうふうに分数にしといて安心してゆっくり慌てずに約分したらいいと思います。いいですね。はい、13と26で1と2にしましょう。え、1個約分したかったら、1個ある方で約分したらよくない？で、B1 個こっちで約分したらよくない？そしたらその方も残るんだよですね。マイナス2は、あ、マイナス、ごめんなさい。マイナス2個なんでプラスでした。2は 16A2 乗、B2 乗とかなります。できた人。16A2 乗できました。できましたか？はい、ありがとうございます。ね。いいですか？はい、じゃあその次行きましょう。横に文字がついてるときは上に載せてくださいというのが16番のポイントでした。まず横についてる文字は上に載せてください。いいですね。これちょうど中2の1学期の、復習になりますね。1年前こういうことしよったね、懐かしいね。時が経つのは早い。
で、上に乗せた後、慌てずにゆっくり逆数にして書き足し直します。その時、はっきりさせるために、これ1分の2しとくと、上と下のイメージがつきやすいんでね、いいんじゃないですか。上と下ってはっきりするでしょ。ね。上と下。その時、美少女コンテストなんか買ったんじゃなかったですかね、昔ね。今はあれになっちゃうね。ソフトバンクのね、宣伝とか出てきてます。絵です。役分どんどんしましょう。これとこれで1と10。はい、X1 個を消して、X1 個減ります。Y1 個消して、あここにも X が1個ありましたから、X は全部消えますね。Y が1個消して、これ2乗にしましょう。そして、8と10で2で約分しましょう。4と5。ですね。さあ、下が残った。あ、まだ2で約分できるな。2と1。もうないかな。はい、じゃあ2分の。数字は15かな、残ったのは。2分の15ですね。2分の15。文字が残ったのは X 消えたので、Y 2乗。取ったと思います。いいですかね。はい。できましたか？できた人。2分の15、Y 2乗。はいはいはい。ありがとうございます。ここはちょっと乗り越えてほしい壁ですね。はい、その次です。3番の2を見てください。下の3番の2です。まあ多分うちの塾生の人は絶対そういうことしないと思いますけど、直接代入したらダメですよってことですよね。これ括弧を外して分解して簡単にした後で代入してくださいっていうことでした。ですね。2番と3番は、後で代入って書いておいてもらっていいですか？ 3 番の2と3。絶対そのままに代入しないように文字が作られてますので、ね、簡単にして後で代入、式を簡単にして後で代入って書いておいてください。はい、もうここは多分それさえ意識すれば皆さん大丈夫なんで、あえてここは説明はもうこの言葉の説明で終わりたいと思います。ですね。はい、じゃあ、その次のページ行きましょう。7ページです、7ページ。等式変形は一緒にやりたいと思います。今から説明するのは4番ですね。この4番は、大事ですよ。特に4の2とか3は大事ですから、ね、4の2と3は印をつけておいてください。さあ、してない人は一緒に宿題を片付けていきましょう。等式変形いきますよ。まあ4の1の1とかよくこんな問題作ったですね。簡単すぎて見作り。ページ7ページ4番の1の1。これできんかったら相当文化してるぜ、これね。一個数だけが多いやんね。 X について直接やる人、まあできたらここに置いとこうかね。マイナス 5y プラス8、8マイナス 5y はもちろん2です。大丈夫です。ちなみにちょっとアンケートですけど、ここすでに解いてる人は何人ぐらいいますか？あ、すごいね、みんな。すごいねるワイザーって知ってますか？すごいねるワイザー。あ、よっしゃ。はい。ね。
はい、じゃあ、2番は、ちょっとマーカー塗ってください。2番マーカーで塗ってください。これ大事なのはですね、マイナスがついた時の処理です。いいですか？ 3x-6y=24 なんですけど、これは y についてと繰り下げたんですけれど、まず、こいつをここに移行しましょう。で、大事なのは、ここにマイナスがついていたら、とにかく全部プラスに変えましょうね。反対の符号にしましょうね。というのが大事ですね。大事です。いいですね。マイナス6で割ったりしないでくださいということです。たった一手間ですけど、この符号を全部一列変えることだけが、その、なんていうか、差がつく問題なんですね。それをするかしないか。はい。で、これを6で割ります。6で割ります。で、3つとも今回同じ数で割れますので、3つとも同じ数で割れるときだけ約分しましょう。なんで約分しましょう。はい、というわけで、最終的には、2分の x-1 とかになりますよ、ということですね。実は、生徒が後で聞きに来ました。先生、回答がこうなってますけど、これでいいんですかって、いいですよね。これ、2を2つに分ければ、これになるでしょ。同じことやね。はい。ただ最後にここだけ約分とか絶対しないように3つとも割れないと2つだけじゃ約分をしてはいけませんということになっていて、保安回答はこれ出てきても大丈夫です。何も気にしなくて大丈夫です。はい、3番行きましょう。3番ちょうど1年前の復習ですね。本当 V=TAB、 はい、A について解きなさい。 A について解きなさい。右と左を入れ替えましょう。A だけするために何が邪魔になるかというと、差し引きが邪魔になりますよね。足し算引き算が全くなかったら、移行じゃありません。全部掛け算のときは、マリタンにして下に潜らせてくださいでした。8ビ分の V できた人。はいはいはい。うん、これ意外とね、なんかちょっと移行せないかんように勘違いするたまにいるので、プラスマイナスがあったら移行なんですよ。なかったら割り算です。ね。いいですか？はい、じゃあその次行きましょう。これもちょびっとだけアドバイスがあります。ちょびっとアドバイス。N についてもくださいますけど、これ右と左入れ替えてくださいね、まずね。理由は N を左に持ってくのね。N を左に持ってくのね。で、こっから2つやり方があってですね、大体ですね、ざっくり言って、苦手な人って分配好きなんですよ。数学苦手な人は分配が好きなんです。僕は分配あれってことは思っちゃうんですね。あ、分配したがるんですよ。いいですか？で、実は数学得意な人というのは、この段階でこれで割るんですよ。割った方がすごい楽になります。割った方が楽になります。ね？そして N だけにするために N を移行する。の方がはるかに楽じゃないですか。これをこちらに移行したり。分配する手間が省けますので、割って移行したら早いと思います。割って移行してもいいと思います。もちろん分配でも間違いではありません。さあ、今日は前半戦じゃないや、数学の前半戦なんですけど、4の2と3が今日のメインイベントになりますね。縦 A センチメーター、横 B センチメーターの長方形 A の面積は、ね、はい。じゃあ皆さん、イラストをやっぱり描かないといけません。イラスト。
イラストを描きましょう。イラストを描いてください。で、イラストって、このイラスト。イラスト？ちっちゃい。うん。いるから描くわけですよね。はい。いいですか。で、まず、縦が A で横が B の A です。縦が A で横が B です。ですね。はい、の長方形 A の面積は、縦が 2A。はい、縦ちょっと長くしましょう。横が4分の B。横を短くしましょう。こんなイメージよね。A の2倍やとね。2A。4分の B。この面積 B がありました。ね。じゃあまず A の面積を出しましょう。縦か横で AB。B の面積を出しましょう。縦かけ横で約分しまして2分の AB。 さあ、ここから先ですよ。ここちょっと赤ペンで書いてほしいです。 A は B の何倍ですか？ A は B の何倍ですか？と言われたら A 割る B でしてください。A 割る B。A 割る B です。A は B の何倍かと言われたら A 割る B で計算してください。ですね。データ。というわけで、AB 割る2分の AB になりますから AB かけ AB 分の2なんですよ。で、約分して2倍ですよということになります。はい、この手順でいきましょう。平面の時が2番でした。立体の時は3番、特に3番は印をつけてください。平面の半径が R、高さが H の円柱 P があります。円柱 P の底面の半径を2分の1、3分の1倍にし、高さを3倍にした円柱 Q を作るとき、Q の体積は P の体積の何倍になりますか？さあ皆さん、頑張って図書きましょうね。頑張ろうね。ちょっと狭いけどさ、そこで諦めたらいかんとですが、狭い、もう無理って言ったらダメなんですね。いろいろそこで工夫するのがいいとこなんですよ。はい。何ページになったのかな？ 7 ページだね。まず、半径が3分の1にして高さを3倍したんだから、ですね。まあ、最初のやつちょっとちびっちゃく書きましょうかね。ズームリモックで。はい、行きましょう。半径が R で、高さが BH しますか？ね、高さ H って書いてあるね。はい、この円柱を P にします。ですね。半径を3分の1にして、高さが3倍ですから、まぁ、ちょっと本当に正直書いたら大変かもしれないけど、ちょっとそれをイメージできるように。こんな感じで書いてもらって、半径が3分の 1R、3分の R でね、高さが 3H、これを9にしましょう。ですね。はい、πR 以上いきますよ。P いきましょうね。P は、πR 二乗 h、 平面積かけ高さでしたら πR 二乗 h です。ね、P ね。はい、Q は、はい、R がですね、3分の R なんですよ。 h が 3h なんですよ。ということは π かけ9分の R 二乗かけ 3h、
はい、約分子3と1です。だから、3分の πr2 乗 h になります。はい、これが球の正体です。半径が3分の1、高さが3倍。で、3分の1が3倍。ですね。で、ここで文章をよく読むと、Q は P の何倍かなんですよね。Q は P の何倍か。というわけで、Q はルーピー。ですか。で、P 分の Q なんですね。まあ、Q はルーピーにしましょう。はい、ということですから、QRP です。3分の πr2 乗 h 割る πr2 乗 h です。ところで、こいつって1分のがついてますので、ここ逆数にして掛け算に直せます。こうなりますよね。それで、このところが約分にして、3分の1倍ですよってですね。だから今まで自分ができてなかったようなところができるようになると力がついていくのでですね、いいですか皆さん、ぜひぜひ今までできてなかったところができるようにしていきましょうですね。はい、どうしようか、とりあえず正面にしとこうね。ね、この式の計算のところまで行っておきましょう。連立方程式は文章問題を中心にやればいいし。よしよしよし。じゃあ行きますよ。いいですか？証明のところ見てください。5番の証明です。連続する3つの整数というところをマーカーで見てください。はい、いきますよ。一番小さいのを L と置くと、真ん中は連続するというのは1ずつ増えていきますよね。連続する3つの整数、例えば1、2、3って連続してますけど1ずつ増えていきますよね。だから一番小さいのを N と置くと、真ん中は N プラス1、一番大きい数は N プラス2と置けると。今、ざっくり書いてますけど、真ん中の数は N プラス1、一番大きい数は N プラス2と置ける。と、なるでもいいですけど、と書いてください。真ん中の数は N プラス1。一番大きい数は N プラス2と置けるね。で、そこまで書いたらですね、括弧の中の文章に戻ってください。括弧の中の文章です。連続する3つの整数の和はというところを赤で線引いてください。日本語で何なんはというところ、問題の文章の何なんはって書いてあるところまでをそのままこの下に抜き出します。そのまま映します。はい、映してください。何なんはって言ったら、何なんはです。ですね。はい、連続する3つの整数のワーワーまで書いてください。で、そこまで書いたら、本当に足しましょう。本当に足しましょう。ですね。で、N は3つなので、3N プラス3。で、3で区切って、N プラス1。ですね。で、いつも言ってますが、これ、3×整数なので、の簡単な書き方ですね、こっちね。3×整数なので、3×N プラス1は、3の倍数か3で割る、間違えた、3で割り切れる、3の倍、あ、真ん中の3倍に等しい、あ、ごめん失礼しました、
真ん中の3倍に等しい、もう納豆券、もう今回は3の倍しか頑張った。こいつ真ん中やん。ね。もう酔って真ん中の3倍に等しいと思ってきていいですよ。真ん中の数の3倍に等しい。だってこいつも真ん中の数になっちゃう。3倍にラードにしとこうか。で、感覚の中の問題文を最後にバシッと移してパーフェクトの答案になります。ですね。になります。いいですか？はい、数学出していきましょう。数学出そう。10の位の数と1の位の数の和が9である2桁の整数は9の倍数であることを説明してください。ですね。はい。10の位の数を x、1の位の数を y と置きましょう。そこからスタートです。何番になってますかね、これ。5番の2ですか？ 5 番の2ですね。はい。10の位の数を x。1の位の数を y と置きましょう。はい、そうすると、2桁の数は、10x プラス y と置けます、と表せます。ところで、今回、10の位の数と、1の位の数の和が9の倍数と書いてあるので、1の位の数の和が9の倍数になるので、はい、こういうふうに置きましょう。x プラス y を 9m と置きます。いいですね。さあ、ここでテクニックがあるんですよ、皆さん。ここでスーパーテクニックがあるんですよ。これをこういうふうに分けるんですけど、分かりますか？これ、足したら 10x プラス y に戻るの分かるよね、当然。ですよね。この 10x を 9x プラス x って2つに分けるんですよ。今まで桁数の問題は10の位の数と1の位の数を入れ替える問題が圧倒的に分かったでしょ。圧倒的に。今回は10の位の数と1の位の数の和の9の倍数ということなので、まあ、9かけ整数って置いたんですよ。というとき、これを作りたいんですよ。これを作りたい。じゃあ、これを独立させるために 10x を 9x プラス x に分けるわけです。ですね。そうするとですよ、こいつは、後ろの x プラス y が 9m になるので、こいつ 9m になるでしょ。だから、9カット x プラス m になるでしょ。今度こそあれですよ、9かけ整数でいいですよ。9かけ整数となるので、なるので、9括弧 x プラス n は、さあ、9で割り切れる9の倍数とおっしゃった。9の倍数。9の倍数で、ちょっとずつ進化しましょうね。ですね。この10x プラス y を、9x プラス x プラス y に分けきるかどうかだけが勝負でした。それができたら、あとは大したことはありません。ですね。はい、じゃあ理解いきましょうかね。この前社会を結構やったので、理解いきたいと思います。社会は、地理が大体終わって年表の話をしようと思うね。はい、ですね。
この前、龍之丸ちゃん下流したの話をせんやったから。そういうようなしたでしょ。したね。はい、ではでは、地震と火山の話をしたいと思います。ですね。地震と火山の話です。はい、まず今ちょっとまとめてるので、これはノートに取っていってもらったりとかなかったですかね、皆さん。ですね。後半戦はこのクラスですね。講座を受けてない人たちもいるので、後半戦は課題テストの試験をしたいんですよ。やっぱ練習したい。ね。だけいつぐらいまで、この解説授業をしたらいいと思います。でも学校が始まっても夜の授業は関係ないよね。ね、この時間帯は別に来れるでしょうからね。あと何回ぐらいありますっけ？たら。あ、ちなみにですね、皆さん。15が休みです。来週の今日がお盆休みです。はい。ね。13、14、15はですね、お盆休みになります。ご先祖様をちゃんと大事にしていただいて。はい。ね。で、ちなみにちょびっと関係ないですけど、もう12日ですね。そう、大学時代の友達から電話がかかってきまして、博多で一緒に飲もうという話なんです。いい話じゃないですか、これね。誰も誘ってくれることになったら多いですからね、人間ね。はい。まあ、こう見えません、そう見えませんけどね、大学の時はバンドをやっておりまして、はい。それもちょっとエレキをやっておりましたですね。はい。ちょっとうるさいですよ、俺は、音楽に関しては。音が、内容がうるさい。ただ音を大きい声出してる。なんかね、部活のね、部室がね、すごい建物やったよ。もうとうとう取り壊されてました、今回。大学久しぶりに行ったら。自然サークル棟とかいう名前がついてますですね。で、誰が部室の割り当てをしたかわからんけど、俺たちロックバンドやら使用連中の下が空手部なんですよ。はい。で、夜中の、だいたい俺たちが行動は夜中しかしませんからね。夜中の2時くらいでギターこもって大学行きまして。はい。もう大学の中でどげもと出したんですよ。普通問題ないんですよ。だって今大学ね、バス停があるんですよ。バス停が1個分、2個分あるんですよ。そのくらいキャンパスって広いわけですから。で、ちょうど真ん中に自然サークル等があるんでね。真ん中で、はやはやにやったっちゃさ。ドラムどんどんやったじゃん。別にいいわけよ。なんとかなる。ところが、たまたま、夜中の2時ぐらいに練習に行ったらですね、空手部が合宿してたんです。下で。はい、知るか、それなんじゃね。合宿してましたけど、旗が立っちゃったらわかるんですよ。わかる。で、知らんで、いつもドラッとジャーッとやり打ったら、目の前をですね、動画ビュッとよぎったんですよ。はっって思ったら、空手部が、思われるの何しようやみたいな感じで立っちゃう。つまり、あいつらドアを蹴破ったんです。ノックとかしません。すぐね。バーンって前をブーンって行ったんですよ、ドアが。ビビったっすよ。ものすごい怒ってましたね、知らんもんね、こっちね。すぐ過ごそうと帰りますよね。わからない人ですよ。わーとか言い出しますからね。お姉さん、どうも、すいません、って知らんかったけど。はい。ね。すごかったです。まあ、部活っていうのはいいもんでしてですね、ぜひ、中高で部活をしなかったら、大学ではサークル、やっぱり、どっかでサークル入ったり、まあ、先輩と呼ばれるの気持ちがいいもんですよ。ね。先輩、おう、なんや、って感じでね。かわいいですね、後輩、はい。ね。ほんとね、もう部活って悲惨なもんでしてですね、当時、市長かな、山口百恵とか聞いたことないですか？山口百恵がもう抜群に売れてる時で、
山口百恵を読んだら絶対に、あの興行といってね、俺たちがコンサートしてお金も収入も入るけど、プロの呼び屋としてそういうこうお金を積んで呼ぶんですよ。まだ当時安かったかもしれないけど、山口百恵100万出したら来てくれたんです。はい。だからちょっとリスクが大きかったわけよ。100万俺たちが作りきれるってね。嵐ですね。もう嵐とか言ったらすごくないですか、これ。独立もなくこんでしょうかね。でもとりあえず、桃井予防課長になったけど、金が足りないってことになって、で、当時、フォークソングっていうのが流行ってまして、生ギターでフォークソング。泉谷茂とか、まあ、未だにおじちゃんがいますけど、まあ、ああいった人たちのグループで、一人5万円で来たんです。一人5万円で。4人呼びました、4人。ね。それがね、やっぱり、フォークの方が流行ってましたんで、ブワーって満席になってですね、何十万稼いだかな、100万までいかなかったけど、何十万か利益になったんですよ。その時に、それからコンサート、その時はそうじゃなかったけど、ままになったけど、コンサート終わったら打ち上げするわけよ。ね。ちょっと女子がいるかあんまり言えませんけど、部室は修羅場ですかね。トイレとか行きますよ。ドラムにトイレをおしっこかけてますからね。もう、ごめんね。ほんとひどいもんですよ。これで、だから、俺もキャプテンになったことになったんやけど、8年生とかいるわけですよ。先輩が。何の権限もないです。キャプテン片付けるの。使いっぱし。まず行ってこい。はいってことでキャプテンなんやけど。キャプテン使いっぱしですね。もう、6年生、7年生とか大学に留年しているわけですよ。早く卒業してください。限界が8年なんです。実は。死にとけよ。8年までいたら、それ以上俺んとです。はい。そしてどっちゃいかん。キャプテンがね、やりにくいんでしょうがないですよ。そういう、まあ、長老みたいな俺がですから。ね。昔はそうじゃなかったら、知るかもって思うけど、あんまりのスタートで。どうしようもないです。はい。いやでも、今まで実際思うのは楽しかったですよ。で、その時が、修羅場の時はですね、一人死ぬかと思った人、このネタママここでゲロ吐いたんですよ。ネタママ、顔全部ゲロなんですよ。それはいいんですけど、あの時一番危ないのは、窒息するんですよ。そう。それだったら、だってこんばんまや。もうすぐ横にしてるんだ。バーってして。もうこっちはおしっこしな、こっちゲロ吐きは。大変ですよ。この状態でゲームそう、この状態でブワッてきたんです。こうならわかる。こうやったら別に何もそのままほったくっていうか、掃除は大変やつですけどね。もう翌日行ったらもうすごい匂いですよね、部活が。部室。はい。で、それがしばらく何年かなって行ったらですね、そういった、こう、で、俺たちのバンド下手やの、俺が下手やった時ダメなんだけど、練習熱心なかった時ね、もうすぐボーカルとリードとか従う、4年生野球とか一緒にね、従ったんですけど、俺たちの先輩はものすごいすごい人たちがいて、ヤマハがライトミュージックコンテスト中が、九州でナンバーワンとかナンバーツーは、もう、ナンバースリーまでメジャーデビュー一発でできたの。まだCD とかないレコードの時代ですから。で、先輩たち3位になったんです、九州サイン。で、1位、2位はもうすぐデビューしました。先輩たち相談しようってですね、しなかった。なぜかっていうと、一応国立大学です。理系ですから。就職の将来のこと考えて、音楽は一時期は飯食えるかもしれんけど、長い目で見たら生活できんでとか言い出して。でもそのグループはすごかったですよ、本当に。ですね、そう、ハモリとかがね、みんなでわって一斉にハモったら、ガラスがビリビリビリって響くんですよ。かっこいいっすよ、もうこっちで鳥肌もすげえって。先輩たちすげえって。で、俺たち一級生がボロクソ言われるんですよ。お前たち練習大変とかね、技術が低いとかね、いろいろ文句言われるんですけど。もう言われてもしょうがない。先輩たちすごすぎた。
すごかった。で、そのうちの一人は、鹿児島で、南日本コカ・コーラボトラーズっていうのがあるんですね。コカ・コーラボトリングって、コカ・コーラの南九州の会社があるんですよ。あれ、各地域で独立して会社があるんです。全体のコカ・コーラなんですけど。ね。で、そこの南日本コカ・コーラボトリングっていう会社が、テレビ局を作るってなったんです。で、それからそこに就職しとって、テレビ局を作るってなって、MC、頼む。いきなりテレビに出だしたんです。MC しだした。あ、ほんとに。まあ、先輩がテレビ出ちゃうとですね、なんか、ちょっと、なんか自慢ですよね。あ、先輩って感じでね。ところがですね、その先輩は若くして亡くなった。ああ。いや、ちょっとね、やっぱ、そういうこう、グループの天才肌の人たちっていうのは、やっぱ、なんか、ね、生き急ぐというか、やりたいことを太く短くやってしまったかなという感じがしますけどね。その先輩が亡くなって駆けつけたら、その先輩がクリスチャン。知らんかった。クリスチャンはお葬式じゃないんですよ。お別れの会みたいな感じですよね。賛美歌みたいなのを歌ってですね。初めて経験しました。それで、お墓もやっぱり十字架。あ、知らんかったなぁ。なんか、クリスチャンの人たちって死ぬのはあんま怖がらないみたいで、いや、神のもとに召されるみたいな。死ぬ前にクリスチャンになろうかなと思って。ヨハネ待つぞみたいな。ですね。僕は怖くありませんけどね。まあ、仮装聞いたことあるやろ。あん中に入っちゃって仮装され始めたショックで生き返ったやつがおったとかさ。そういうね、なんか中で暴れた跡があったとかね。なんか、たまらんよね。そこは蘇っちゃいかんでしょうね。その前に蘇って叩いたら俺を応援とかで上げてくれやったらね。まだわかるけどね。いや、もう一回しかない人生ですから、悔いがないように、俺も大学の時はバンドしよっただけはよかったなと思いますけど。で、ただ、もう今度もう一回生まれ変わるんだ。絶対練習します。絶対練習して。前も何回か言ったと思うけど、ラジオのね、ラジオに出た時、生演奏やったんで、もう本当に俺もリードギターがボロボロで変えてくださいって言われたんでね。3曲する予定が1曲で終わってしまっている。ありがとうございましたーとか言ってくる。あまだあるんですけど。いや、どうもーとか言ってくる。送り出されてくる。とか。で、みんなからバンバン避難されてくる。お前が練習戦記悪いのね。振り返ったら何回かやり直したい場面があるね。そこはもう本当にやり直したい。ただね、スポットライト浴びたらね、癖になりますね。本当に。ボーカルは自信があったわけですよ。ギターは自信なので。で、すっげえ広い会場で、バーンって真っ暗になっちゃって、自分のところにスポットライトサーって来た時は、俺すげえって。俺すげえって。全然上がるタイプじゃないですよ。なんか冷静に、マイクがね、もう昔のマイクで、こんななんかロックンローラーのようなでっかいのが、ガーンみたいな。あれが、スタンドマイクないけど、バーチ変えちゃって、ナショナルって変えちゃったんですよ。今で言うパナソニックなんですよ。それがありありと見えてですね。なんか俺なんか、サメとうな、みたいな感じで。それがもうやっぱり、印象の誇張、コンサート気持ちよかった。本当に気持ちよかった。で、ボーカル撮った時に、それがね、まあまあ、曲名言っても知らんけど、サテンのやるっていう、向こうの曲、大体向こうの曲ばっかりしとったんです。で、それをやったときにね、ロックバンドなんやけど、そこにね、フルートが入るわけ。だから、管弦楽とロックと一緒に聴きたかったんだよね。トランペットとフルート入れちゃったんや。で、同じクラスにおったけん、ブラスバンドがおったけん。ですね。大学のブラスバンド。で、バンチブレイクして、シーンとなったとこに、フルートがスーッて入ってくるよ。もう、俺、失神しそうになったっけね。
フルートの音が綺麗なんですよ。それまでうわーって切ってバンってやめてスーッて入ってくる。音楽はいいなとつくづく思いますよね。その時だけその友達がかっこよく見えますよね。そう、修理館高校出身なんです。とりあえず賢そうな顔してるわけ。でも俺バカにしてるけど、俺カホバーイとか言ってる。それがどうしたとか言われて。もう偏差値と向こうはるかに上なんですよ。面白いやつやったんですけどね。そいつがやっぱフルート吹いてる時だけかっこいいです。だけど変わったやつですね、そいつ。雨が降らんでも傘持ってるんですよ、いつも。なんでかっていうとイギリス人に憧れてたわけですよ。もしイギリス人に憧れてる、イギリス人って結構しとしとしたとこなんで、いつもこういつ雨が降るかわからない、いつも霧が降りてるようなとこなんで、いつも紳士はこの通り一番欲しいんですね。こう傘持ってるんですよ、こうやって。はい、あの雰囲気を守るやつで、で、家に、暖房器具がないんです。まあ、鹿児島って言っても寒いんですよ。雪降るんですよ、今週は。ね。これで、何があったかと言いますと、コンロがあるわけ。コンロ。わかるかな？友達の時代でわからないよね。もう肉の温泉をこう巻いてるような。こうやって、こんな、こう、わかる？で、こうやってお湯沸かしたりする。スイッチ入れたら、ウィーンと出てくる、赤くなって。はい。それで温まってたんですよ。効率悪いやつじゃねえと思って。部屋温まらないし。一回そっちの部屋に遊び行ったけど、なんもないけど、もう絶対遊び考えたもんですね。はい。まあ、いろいろ面白かったですよ。俺は部屋を、この話、やばい。今度またゆっくり話をしたいと思います。おじさんは、いきなしおじさんではありません。ね。俺も告られたり、告ったり、いろいろ、はい、青春がありましたし。バンドでは、ね、バンドしよったら結構モテるんですよ。それが目的でバンドしたんですよ。ファンがいますから、はい。ね。そういった時代もありましたね。はい、そうそう。サンパレスのインターンだけ。はい、じゃあ、最後ちょっと時間に来ませんでしたけど、あさってしっかりやりましょう。ね、頑張ろうね。はい、では終わります。はい、さあ、どうぞ。